みちゃんの知らない世界のお時間です。僕が若い頃に体験した怖い話を2つお話ししたいと思います。一度聞いた人もあるかもわかんないです。過去に動画で出して削除したことあるんで。まず1つ目なんですけども、僕25、6の時ぐらいに、まあ、23から27まで4年半ぐらい付き合って同棲してた彼女がいてて、まあその彼女とは夜勤で知り合ったんですよね。で、まあその彼女が夜勤行ってる時の話なんですけども、僕はたまたま多分もう夜勤はもう先に辞めてたと思うんですよ。一緒に働いてたんですけど、もうそこの夜勤は辞めてて、それでまあたまたまもう違う仕事探してた時だと思うんですよ。それでまあ彼女は朝方の5時ぐらいに帰ってくるあれで、それで僕まあ夜中まで起きてて、あもうすぐ帰ってくるなあいう感じでうつらうつら布団で寝てたわけなんですね。それでなんかパッて時間見たらまあ4時ぐらいだったのかな。それでパッてうっすらこうやって見る、こっち見たらなんか人の気配がしたんですね。それでパッと見たら彼女がいてるんですよ。お、帰ってきたん、お帰り、みたいな感じで、言ったらね、包丁あるじゃないですか。こんな、普通の、まあ、料理包丁、刃渡り、すごいやつ。あれを、こうやってね、振りかざそうとしたんだよ。僕寝てるとこにね。それで、うわって、やった瞬間に僕、上布団の、まあ、冬場だったと思うんですよ。上布団の掛け布団をガーってやったんですよ。うわ、もう死んだと思ったんですよ。もうそんな包丁なんか、な。痛みがなかったんですよね。うわーってやって、あーって、パッと見たら、もういないんですよ。はぁと思って、時計もう一回よく見たんですよ。で4時半前くらいやったんですよ。どう考えてもおかしいんですよ。仕事終わるのが5時なんで、もう何も早く帰ってきても、5時40分くらいですかね、自転車で行ってたんで、多分25分くらいはかかってたと思うんですよね、自転車で。で、まあコンビニかなんか寄って帰ってくるはずなんで、それで、5時、いつもの時間になって帰ってきて、パッて、あれは生き量やったんかって気づいたんだよね。それで、そういう彼女に、お前なんか俺を殺したいとか、思ってたみたいな感じで言ったんですよね。こういうことがあったと。そんなん知らんよ、と。私疲れて帰ってきたら何言うの、いきなり、とか言われてね。もう、ぶち切れられたんですけども、あれはほんま怖かったです。生きるようでね。もうほんまもう、わーっともう死んだと思った、っていう話でした。まあ、二つ目は、まあ、一個目は生きるようやったんですけど、二つ目は、まあ、これはちょうど僕が二十歳ぐらいの時、友達の、畳屋やってる人の、子とよく夜中にドライブ行ってたんですよ。まあその子が運転する86のレヴィンかなんかになってたかな。まあそれで、9号線ってあるんですよ。国道9号線。まあ国道9号線で行かないで福知山にね、向かってたんですよ。京都のね。そ
それを伊丹空港のあたりから176号線ってあるんですけども、まあ、それを ひたすら行って、まあ、2時間から2時間半ぐらいで行って、まあ、ちょうど牛蜜時ぐらいだったんですかね、福知山の、まあ、ちょうど9号線にぶち当たるとこで、で、まあ、あの9号線着いたし、まあ、9号線の方からあの京都の方下って帰ろうかみたいな感じで言ってて、まあ、ちょっとトイレ行きたいな、まああのタッチションですよね、まあほんまはあかんですよまあもうするとこないでしたんですよ。それでそのする前ぐらいに僕まああの左やったんですけども、お友達運転右じゃないですか。なんかね、友達の方側の、まあ、反対車線のガードレールに、なんであんなとこおじいさん腰かけてんやろういう感じでパッと見えたんですよね。おじいさんね。しかも、牛蜜時じゃないですか。バス待ってるにしても、もうバスなんかないだろうし、いう感じで。それで、あの、今、おじいさんおったよな、知らんでとか言うんですよね、友達は。いいとこ、いやいや、おったって。いや、落ちたんちゃうか、とか言うとったんね、ガードレールの下は多分田んぼなんで。ほいで、バーってバックしたんですよ。じゃあ、そのおじいさんおったとこらへんに、花が添えとったんですよ。それで、うわーってなって、もうあの、一目散に、もうあの、車バーって、まあお化けやったいうことですよね。おじいさんの霊やったいう。まあそれが最初で最後やったんですけども、もう普通に人やったですよ、本当に。見えたいう。なんか、もう、パッと見、怖かったっちゅうあれはなくて、お花が添えてた瞬間がすごく寒気してね、うわーってなりましたね。そのおじいさん見た時はそんな怖くなかったね。その、霊と思ってなかったんで。はい。まあ、大して怖くなかったかもあんないんですけども、まあ、よかったらコメント欄に感想ください。はい。それでは終わります。